いです。最近どう？インパラ乗ってる？どうも、ゆいです。今日の愛車紹介はシボレー63インパラ。1963年インパラコンバーチブル、もうえぐいんですよ。ということで、とりあえずね、オーナーさんをお呼びしたいところなんですが、代理人さん。はい。今日はちょっとね、オーナーさんの代わりに代理人さんがやってまいりました。お願いします。お願いします。もうね、よく言っておりますが、ローライダーでどこをカスタムしてるんですかっていう質問はしません。えぐいですね。まあ、ショーのために作ってくる。私の口からは説明はできませんが、毎度おなじみやばいです。フレーズはね、エングレたっぷり入ってらっしゃいますが、なんかエンジンもキラキラしてるし、なんですか？まあ、基本的に、まあ、オーナーさんが、はい、まあ、ショーで優勝するのを目指して作ってくるなんで、はいはい、まあ、先ほども走りましたけど、走れるようにはできるんですけど、そうですね、走る余分なのはもう全部取っちゃってます。シンプルに作ってるんで、まあ、はい、ファイアウォールっていうここの場所も柄入ってますけど、はいはい、まあ、バラバラ時点でもう全部スムージングして柄を入れて綺麗にして、だからヒーターとかも全部取っちゃってるんで、あっち、まあ、シンプルに平らになってるんです。あの辺に何かがあったんですか？あったんですね、ヒーターが怖かったです。すごいですね。エンジンはね、ちゃんと走るように、はい、ニュー350ベースで組んでます。あとは、よいしょよいしょとメーカーのものを使って組んで、はい、あとはもうイングレ加工で見せるエンジンね、見せるエンジンルームですね、これはもう完全にね、はい、監督、それで映ってる？映ってます。本当に？よりはいらない？よりましょうか。 よく見た方がいい。はい、寄ってよ。まあ、ね、ピカピカ走るにはちょっと必要なっていうか、走りやすいフロントディスクブレーキとかね。なんか聞いたことありますね、それね。あとギアボックスも丸を入れて、あと、まあ、まあ店もいいけど、アルミのアライゼートとかね、電動ファンつけて、はいはい、ね、やってますね。ビカビカですよ。すごい、ここまでなんか模様がエングレビングね。こっちもね、エングレビング入ってますからね。こっちはね、コンビで入れて、まあ、全部入れるよりもね、オーナーのセンスがさらっとね光ってると思うんだけど、うん、ポイントポイントの感じがいいですよね。で、ここゴールドの後ろとかなんかね、うん、またこうね、トータルバランスがやばいよね。まあ、やばいっすね。やばいしか出てこない。どこまで掘ればいいんだ、これ。グリルとかは、これ。グリル。グリルって言うんですか、グリルは、まあ、フルクロームですか。これは純正なんです。純正のクロームです。こんな感じでしたっけ。そう、だから、ね、ちょっとね、メッキかけると雰囲気がね、あすごく変わる。違いますよね。もう全部フルメッキなんで、もう、グリルどころか、このアイブロウも。そうですね、ここもね。で、こっちボールつけて。ピカピカだよ。これオーナーさんいつも磨いてるんですか？たまに磨いてます。たまに磨いてるそうです。めっちゃ遠くから来る声。え、
エンジンはノーマルなんですか、ね、エンジンは基本的には中身はノーマル、まあ、ノーマルでも十分セッティングちゃんと出せば速く走れるんで、あ、うん、そう十分ですよ。乗せてもらったけどいい走りをしております。なるほど。なかなかこれもずっとローライダースーパーショーでずっと出し3回かな、うんうん、スイープステークス1位取ってるんだけど、結構みんなあの飾ってるところしか見てないん で、ね、走るかどうかってみんなあれだと思ったけど、そうそう、確かに全然普通にもうバンバン走るんで、現役だともったいないぐらい走らせるのかと思うんですけど、オーナーも気にせず、うんうん、走るんで。オーナーさんもね、あったかくなったら動くって言ってました。まあ前はそんな感じかな。でも、うん、って言ったらね、聞いてないんで。そうですよね。まああのなんか俺らからしてみればね、はい、あのこだわるところってなんかこう見せるところなんで、はいはい、例えばこのね、ブレーキホースのチュービングの仕方だったりとか、はい、そういうのもポイントであって、ね、些細なところを、些細なところ、やっぱね、見方が違ってっていうか、そうですよね、うん、見た時にお っていう、ね、はい、でも本当にすごいですよね、ちゃんとこう覗くとありとあらゆるところにね、ピンストとかも入ってるし、うん、それこそあのボルト関係も全部引っ掛けてるんで、ね、本当に思いました。見えてないところも全部やってるんで。あのね、この下側の動画をちょっと他で撮ったんですけど、下側もねピンスト入っててとか、もうね、こだわりがすごいですね。とりあえずサイドの方に行きますかね、はい、サイドに、サイドの前にもう一個あった、このボンネットのねペイント、これはモチーフって何かあるんですか。モチーフは特にないです。特にないです。特にない。ただ本当流行ってるものとかっこいいなと思うのを組み合わせて、もうインスピレーションでいった感じ、うん、これベースがこの色だと思ってたんですよ、うん、一番下が、はい、で上に柄が乗ってるって思ってたんですけど、うん、え、いや実は ね、違うんですよねこれね。ですよね、なんかもともとこういう柄の場合はベースの色をついて、うん、柄を重ねていくっていうのが多いと思うんですよ。そうですよね。そうすると熱くなっちゃうんで、はい、日が差すと、はいはい、割れちゃったりとかいろいろするんで、薄くするためにあの一本一本入れた感じですね。そうですね、うん、これがベースの色じゃないってことですね。ないんです。これ一番濃く見えるけど、そう見えるだけで、一番それに見せるために最後に塗ってます。これそうですね、なんかこうに見るとこの塗りのとこの何だろう、筋、はい、が一番上。え、もともとの色が出てるとこってあるんですか。はないです。ない。ない。もともと色はない。すごい。元色なしのこれですよ。これだってね、ベースっぽく見えるよね。まあベースっぽく見えますね。自分もその色かなと思って。そうそうそう。思った。全身的に塗ってるのはほとんどね、パーティーっていうのフレークぐらいで、はいはい、うん、ほとんどあとはもうポイントポイント塗り。まあ、そこまでは熱くはないと思います、塗装は。はい、これはまあ割と薄めで綺麗に仕上がってる。ただちょっと補修するのはちょっと難しい。そうですね、難しそうですね、これはね。意外と何層にもなってる気もするけど、うん、まあ、重ねてる部分はありますよね、うん、あるんだけど、ここまで重ねてっていうような、そう、その感じがあんまないですよね、うん、そういうイメージはね、色味的にはいっぱい乗ってるのかなみたいな感じですけど、意外とね、多分こちらの車両を知ってるね方々もいらっしゃるとは思うんですけど、多分びっくり情報じゃないですか。トランクもね違う感じで柄が入ってるんで、それはねリア行った時にちょっとお話を聞きたいと思いますが、でここでいよいよじゃあ今度サイドの方に行きたいと思います。はい、はい、ってことでサイドにやってまいりました。これねこれね、ベニスの真似してるの。あ、そういうことですか。真似してるんですか。そう、そういうこと。このね、ホイールイーグルのね。そう、イーグルの真似してます。こちらのホイールはこれはね、デニスですね。デニスワイヤーホイール13インチですね、はい、高いですね。あ、高いんですか。高いですよ。開いてよ。え、これってもともとここがこうなってるの。いや、これはね、はめたやつ。はめちゃうんだよね。あ、まあまあ、ボディにね、ゴールドが入ってるからその感じの、ね、そう、そんな感じです。はいはいはい、感じ。え、これ何ですか。これね、オリジナルのパーツなんだけど、うん、スポットライトっていう当時の、はいはい、ライトのアクセサリー。これね、すごい。昔はほら、街灯もない狭い、暗いところだったから、はいはい、フロントライトだって暗いとあれなんで、
これを予備でライトつけてこう照らして、あ、じゃあなんかあの四駆とかのここみたいな、あ、そういう感じですね。へー、今で言ってもほらあのパトカーつけてる。あ、はいはいはい、はい、そう、それです。そうなんです。そう、当時のオリジナルのなんで、はい、高いんです。ないんで、すごい。いや、そう、中であのオーナーさんにこうレバーがね、これ中に繋がってるんですけど、そうそうそう、なんだろうこれと。そのレバーもしかしてそれですか。このレバーなんだけど、これなんですか。ゲーセンのなんかあのコイン入れるゲームみたいな、コインの落ちる向き変えるやつみたいな、これ出てきてみたいな。聞いたら、あ、それでこうやるんですか。あっち側ガチャガチャって動かしてて、おーすごい動いてるってなったの。すげえ。だから当時からしても年式が違うと形が違うんで、はい、このラインとか変わってくるから。そうですよね。そうそう、この年式のものつけないとちゃんとつかないんです、合わないですよね。ボディに穴開けてあれするんで、もう水が入っちゃう。向こうだってね、そう通してるわけだから。そうそう、通してて、すごい。そう、これ高いですよ。ほんと高いです。これはもうどのくらいするんですか。あの中古、まあ中古しかほとんど、NOS って新品で未使用のやつ、はいはい、それはもうほとんど見つからないからですけど、うん、中古でも15は間違いないですよ。え、片方で。片方で。やばい。やばいよ。びっくりした。びっくりしましたね。うん、だから大事にしない。大事にしないと。本当にもうちょっと前だったよね。もうちょっと安かったんだけど。ほんと少なくなってきちゃって。すごいですね。え、でもこれはライト自体もつく。つく。おお。じゃあ本当にちょっと見づらかったな。で、これ中でレバーさっき言ったけど、うん、コインじゃないけどさ、回すとこれもくるくる回るんで。そうそう。180度全部回る。見づらい向きに要は照らす。今でも照らせるってことですよね。照らせるってこと。うん、やば。すごいね。そう、最初見た時に何なんだろう。そう、だから初めて見たと思って、さ、何がついてんの。中乗ってなおさら、うん、何なんだろうみたいな。レバー繋がってんだけどと思って。あるんですよ、はい。あとはね、このペンとかはね、プ、うん、ロート同様、ね、ゴールド入ってて、エングレム入っててとかね。横で言うと、それこそ、あとここね、このモール、このモールも綺麗にね。薄いアルミなんで。あ、そっかそっか、ですよね。それで、ま、メッキをかけてるんですよ。だからオリジナルのままじゃなく、リングで入れてメッキかけてる。はいはい。すごい。だいぶね、手が込んでますね。まあ、とっても入ってますね。そう、そこも綺麗に。だからゴールドとね、組み合わせて。あとここだ、アンテナのとこもね。あ、ほんとだ、アンテナのとこも入ってる。エングレ入って、コンビで、ね、すごいな。で、インパラマークはゴールドで。あ、インパラのマークなんですね。そうだよ、これインパラさん。なんだろうと思って、インパラさんよ。鹿じゃないよ。なるほど、これなんだろうなって思ってたの。鹿じゃないよ、インパラだから、これ。インパラだったね。そう、動物でいますからね、インパラね。そう、でもちろんね、ここにインパラって入ってて、からのマフラーもエングレですからね。すごいですよ、細部にこだわっております。いいですよ。わー、いいよ。めちゃくちゃ綺麗。すごい。あれ、でもハイドロ組んでるとなんかフェンスがついてるの、うん、あれじゃないですか。めちゃくちゃ綺麗に収まってる。そうですね。これね、あのリアエンドも、フォード9インチ入れてるんで、はいはいはい、あ、フォードが入ってる。入ってる。それなんで一応、当たらず、はい、逃げてる感じですもんね。だって。これがもしノーマルの10ボルトのデフだったら、1インチナロードしないと、はい、上下した時に。当てられる好きなんで。当たっちゃうみたいなイメージが。当たっちゃうんで。そうそうそう。これはもう9インチなんですか。2つ上がってた。綺麗にね、なんか勝手なイメージですけど、ハイドロを組んでない車の方がフェンスがついてるイメージがすごい。うん、ハイドロついてないやつはね、つけてても当たらない。そうですよね。そうそう。だからなんかハイドロ車はそんなにフェンス化がついてるイメージなかったんですけど、ハイドロ車でついてるやつは逆に言えばデフを加工してやるっていう。あ、なるほど。ちゃんと収まるようにされてる。中にはあのここをわざと膨らましちゃって、あー、そっか、フェンス化自体の作りを変えてるっていう人も。マニアが言うにはこう膨らんじゃうんで、まあ、そうですよね、こうボディのラインみたいな、ね、そうラインが、そう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 、変わっちゃいますね。
それがあるから、うん、みんな嫌がって、うん、結構お金かかっても、ね、内側を加工した方が綺麗だよとっていうのが多いな。メーカーが違うのにデフがつくんですか。それはやっぱ加工が、まあ、加工があるから。そうそうそう、だから入りやすいのはつけてるんだよね。はいはい、ホールドナインはもともとディスクなんで、もともとドラムだから、はいはい、ディスクになるとともにちょっと短くなる。あとはブラケットつけるブラケットさえ加工すればちゃんとつくんで、シャフトも広い、あの太いんで、はいはい、あの重たくハイドロとかバッテリー乗せても折れづらい、シャフトが抜けづらい、まあ、そういう要加工といえば要加工だけど、割とそのつけることに対しては、うん、なんなくいける。いける、まあ、ある程度ね、加工しなきゃいけない。まあ、昔なんかよく、ミニトラックとかあって、はいはいはい、ハイラックスのデフを入れてるとかしていたんですけど、はい、結局はファイナルとそのミッションのギアギが合わなくて、ミッションが壊れちゃったりとかするんで、それを考えたら、フォートナインが適してるのかなっていう。ノーライダー乗りの、ね、方で、豆知識じゃないですか、もうもはや。あ、そうですね。ね、まあ、知ってる方はね、やっぱマニアな方は全然いらっしゃると思いますけど、意外とね、なんか最近若い子でもやっぱローライダー乗りたいっていう子が増えてきたんでね。あった方がね、うん、やっぱなんだか行き着くとこっていうのは一番収まりやすい。そうですよね。フォードナイン、見た目もそうです、うんうん、強さと。ですよね。やっぱ元々のね、やっぱボディの綺麗さは崩したくないですからね。だけど、もう弾が少ない。そうなんですよね。なかなかね、うん、そう。弾がなくなっちゃったんで、結構みんな入れられないっていうか。買ってもすごく高いです。そうですね、高いです。エクスペンシブ、エクスペンシブ。気になる方はね、要相談です、はい、そうです、相談代理人さんにご相談ください。ということで、このね、リアの方に行きたいと思います。あ、今度はリアの説明なんですけどもね、もうまずね、トラックの中に綺麗な綺麗なポンプがいるんです。うん、2ポンプ、4ポンプか、あ、2個1にできるやつ。そうです、この前4ポンプ、6バッテリー、イエス、素晴らしい。そうだそうだ、2個1にできるやつですよね。もう 1個だともうちょっとあれですもんね、ちょうど半分ぐらいの、うん、しかもなんか2ポンプに見えるっていう理由は分かるんだけど、うん、これミニポンプ、ミニなんですか。あ、そうなんだ。ミニポンプってちょっとブロックとタンクがちょっと小さめに、まあ、確かになんかもうちょっとでかいイメージがありますけど、ね、うん、しかも来ちゃった、え、インパラがいる。インパラがいる、インパラいる。あ、本当だ、インパラいる。すごい、これちょっと逆向きだから今説明しづらかったんだけど。本当だ、すごい、インパラさんがいる。うわー、なんか間違い探し成功した人みたいな気分だった今。まあ、まあ、これも全部そのオリジナルも入ってます。すごいっすね、フリーデックスのホースクリア、はい、ミニ蛇口、あのね、そう、水槽の蛇口みたいな。まあ、でもシンプルに、オーナーは結構シンプルが好きなんだ。はいはいはい、シンプルに。そうですよね、綺麗にね、収まってます。もともとしかもあれですよね、ハイドロのホースって、うん、あのゴムの、そうそうね、あれもね、そう、見えるとこはこうチューピングで変わって、ホースって、まあ、まあ、そこで見せるためにね、うん、ボードって、はい、この中も全部出そう。そうですよね、施して、まあ、あとはライドアップもできるようになって、LED とかについてるんで、はいはい、夜になればね、夜とかね、ショーの時はね、またちょっと綺麗になるんだけど、なんてますね、うん、お、ついた、うん、まあ、ちょっとまあ、明るいからね、今ちょっとね、明るいからね、なかなか伝わりにくいかもしれないですけどね。そこまでね、トランクもこだわってます。もう、なんせ気になるこれですよ、コンチ。そうですね、これ、これ監督はね、気になってたんだもんね。そう、これ昨日、まあ、ちょっとインパラ調べてたら、うんうん、そう、この後ろのこれがやっぱついてない写真ばっかりなんですよ、ね、純正っていうか、そのノーマルだと、うんうん、だからこれは社外なのかなって思ってるんですよね、うん、まあでも、これね、当時オプションで出したやつだけど、うんうん、好みがあるからね。まあそうですね、コーチに関してはやっぱ好き好みがね、多いですからね、うん、そう、でもこれオプションなんだって、オプションであるんだって。純正オプション、純正オプションっていうか、ディーラーで作ってるんじゃなくて、ディーラーの、なんだろうな、
害虫が作ってたやつなんで、なんて言ってるかわかんないんだけど、立ち位置の、でも当時ではちゃんと、うん、ある、うん、ちゃんと存在してるってね、実際って今でも作ってるみたいな、うん、あ、そうなんですか。でもなかなかやっぱりこう大量生産じゃなくて受注オーダーみたいな感じなんで、やっぱりなかなか高い、うんうんうん、まあそうですよね。本地もね、綺麗に柄も入ってますし、このやっぱりこのナンバープレートのこれがすごいこだわってますね。ここはね、もうここもだってすごくない？ピクセルまで円ぐらい入ってるんだよ。いや、これはね、細かいですよね。見えない裏もね、そうそう。しかもね、さっき監督気になったんだよね、裏見た時に。あ、タイヤがそう、入ってる。本当にタイヤが入ってる。本当にタイヤ入ってるんだろうね。タイヤが入んないと、これが収まんない。どっちに。綺麗な形がね、保てない。結局タイヤがこの、うん、あれにくっついてるから、あ、それもそういうことか。そういうことなの。タイヤがここにくっついてるわけで、これがその周りにかぶさってるだけなんで。そうですよね。じゃあってことは本当にメインはタイヤがないと全然実用性がないものになっちゃうってこと。え、これタイヤがなかったら吹っ飛んでいっちゃうっていうか、つけれないんですか。ないと他のこのブラケットがついてる。あ、だからタイヤがないと要は鉛筆にキャップ隠してるようなもんですからね。そうです。だから本当パンクしたらここから外して、はいはい、変えてね。だけど取るのが大変だから。しかも仮にパンクしてこれ変えたところで今度あっちしまえないですからね。でもね、あ、見た目ね、まあ、まあまあそうですね。好きな人は好きだろうね。コンチがついててやっぱね、かっこいいって思う人もいればね、コンチがない方が好きな人ももちろんいますからね。そこはやっぱ好みが分かれますけどね。でもこの中に入ってるタイヤは純正のホイールなんですか。そう、だから純正、当時の純正のサイズなんで、それがちょっとでもずれれば、もうこのカバーが合わないんで、もうガバガバしちゃう。薄ければ結局こう収まらないんで、そのスリッとしたタイヤ入れない。なるほど。やっぱりなりにかかります。そうですよね、やっぱりね。これで時代的に高い。それプラスこんだけやってればもっと、うん、これを組むことも大変だけど、さらにね、柄だったりなんですね。もうここだけでね、なんだかねって感じですね、もうね。まあ、一緒に行ったらね、こういうプレートも、そうですね、そうそう。テールのここもね、リングで綺麗に入ってて、フルメッキに。フルメッキに。で、またね、ここもゴールドがね。このカバーとかかっこいいですね。これだから。あ、このカバー。これ何でしたっけ？何でしたっけ？原付きの、でもあのヘッド。そうそう。あるある。ビートルのね、こういうなんかお目目のところの上みたいな感じのね。アイザーみたいな。そう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 。でね、このトランクの柄ね。柄も。またフロントと違って。こっちはね、ウォータースポットとか入ってますね。入れた感じですね。この iPhone ケース欲しい。あー、確かに。ここの iPhone ケース欲しい。あの iPhone ケースをまとめたら細かい。いや、間違いないです。頭痛くなっちゃいますよね。後ろできないです。もう話しかけないでみたいな、電話をかけてこないでみたいな。こんなのすっごい集中しないとできない。目悪くなる。確かに。リアの柄もその時のもうインスピレーションで、フロントと同様な感じ。どっちかっていうと、こういうイメージっていうやつでやってる時にどんどん変わってきちゃう。まあそうですよね。最初はこうね、モワーンってしてるけど、こうやっていくうちに、いや、こうにこうしたらいいんじゃないかっていうのが出てきますよね。ね、マスキングしてる間にもいろいろ案が。確かに、こうに行ったけど、やっぱやめたとかなりますもんね。こうがいいんじゃねえかなとか。うん、だから多分ね、二度同じ柄が作れないですね。そう。うん、それだけね、気付けないで。間違いない。もうできないし。そうですね。まあ、それだけでも魂こもってますからね。内装をね、ちょっと内装も見せてもらいたいな。内装の方もね、なんか結構こだわってらっしゃるので、ちょっとね、オーナーさんにも許可を得て内装の方に行ってきたいと思います。あ、すごい。あ、内装にやってまいりました。はい。これね、内装で、シートももちろんこれね、あ、これは綺麗に張り替えてるんですか。張り替えでね、そうなってるんですけど、なんせね、メーター周りとかもまたえぐいんですよ。これがね、綺麗に綺麗にエングレービングも入ってて、
スイッチのとこもね、エングレービングだし。ワンフック作ってますね。そうですね、ここそう思いました。ほう。確かにそこ ないかもしれないですね。ないですもんね。ここなんかあの皆さんね、あの頑張ってこうドリンクホルダーみたいなやつをね、こうくっつけたりとかね、してますもんね。そうそうそう。だからモニターがと思って。なんかこうオーディオとか剥き出しになっちゃうからね。そうですよね。それでパネル綺麗にこう収まる感じ。あれそのなんかメーターは、うん、それは社外なんですか。これ社外で。ああ。いやデジタルでみんなつけてるんですけど、一応まあ社外のアナログ。ああ。あそこのね、一箇所だけデジタルでね、デジタルでそう、出ますよね。そうそう、またこういうのもね、そうですね、意外と出てるんですね、そういう。そう、もういろいろ、前はね、あのデジタルのしか出てなかったの、最近ではね、いろいろ出てるんで、まあオーナーの好みによって。そうですよね、やっぱこう、ね、昔ながらに針がいいのかね、デジタルがいいのか、割と分かれますよね。そう、そう、でも意外とでもそこ結構変えてる人多いですよね。メーター周りは結構多いですよね、変わってる人はね。メーターは結構やっぱ水温とかつけたい人がいるんで。そうそう、把握したい部分が多い人だね。なるほど、なるほど。確かあのなんか3連メーターっていうか、じゃあおかしいですもんね。そう、うん、それをくっつけちゃうと、ちょっとやっぱり生きてると安っぽくね。そうそうそう、どうせならね、せっかくなら、なるほど、そういうことですね。やっぱ多分ね、純正の状態だとどうしてもね、あの、うん、これの、まあ、これぐらいのやっぱ年式の車になってくると不安がね、うん、ありますもんね、水温計とかは。水温計一番ね。え、そうそう、水温計は、水温計は本当に皆さん絶対的に見えなきゃいけないメーターだと思うんでね。そう、やっぱこれですよね、これ。そう、これですよ、さっき言ってたね、これ。お金入れてやつ。そう、ここにコイン入れて、こうやって、こうやって。ゲームセンターじゃなかった。これはね、さっきも言った通り、ここで外のスポットがね、向きが動かせると。すごいですよね。このね、フロントのパネルにも外と一緒でね、柄が入ってて。これは、もともとオプションで、これ、ついてるとついてないなんだよね。もっとレザーで貼ってあって、そうですよね、あるのをレザー剥がして別で柄を塗ってあって、あ、そうそうそう、だからこれすごく楽だった。楽だった、ここのそう、通常は本当ガラスを外して延長線上にこう柄をするんだけども、はいはいはい、はい、これもう外れたの、外してカポって言って、そうですよね、外せなかったらなかなかね、塗るのも一苦労ですからね。でもこれついてるのとついてないのがあるんで、オプションだと、うんうんうん。え、ここは作ったんですか。いや、これはもと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 はスピーカー、うん、あ、ここスピーカーで回しなんですね。それは、はいはいはい、あれだってここを埋めて、うんうん、この車の少年も入ってる。そうですね、少年もが入ってる。あー、なるほど、ね、って感じかな。で、なんていう少年ですか。サグプレイヤー。サグプレイヤー、すごい難しいんですよ、その字読めないです。そう、読めるよ。オールインですよね。読めるよ。 THUGPLAYER。 あ、まあ、そう言えば呼べますけど。いや、普通に見えるよ。でね、ハイドロのスイッチバットと、ここもね、そうそう。で、これもインパラさんいて、あ、ここよ、ここ。あ、これすごいですよね、シボレーのね、このマーク。え、これってここなんかで見たことあるぞ、ここの部分。ここなんだ、なんかどっかのサイプにあるやつ。ハイドロ。あ、ハイドロか。輪切り輪切りとか言ってで、オーナーさんが入ってるね、カークラブさんの名前も入ってる。本当にこの足の位置で分かると思いますけど、私ここに足置けないんですよ、怖くて。分かります、このずっとガニ股みたいなやつ。姿勢が良くなる。足とかなんか組めないですね、下げにね。このね、内装もこだわってる一台ですよ。でもね、うん、細かいとこ言えばね、こういうティッシュディスペンサーね、はいはい、とかティッシュが入ってるんだけど。え、これティッシュなんすか。今入ってないけど、ティッシュです。あ、本当だ本当だ。 CD ティッシュじゃなかった。違う違う違う、本当だ、ここ切れてるもんだって。ここに中に入れてティッシュを取る。あ、本当だ、すごい、おしゃれ。完全に CD チェンジャーと思った。で、これカラーバーって言って、え、そう、今それ気になりました。あ、これは音に合わせてこう光るやつ。すごいですね。ね、うん、新しいものを入れたり、こう古いものを、そうですね、ね、入ってた、うん、やっぱこう新旧のいいものをね、取り入れて。本当にね、うん、それこそ小
をこう意識して作ってくるものだから、はい、ドアのヒンジとかも見えないところ、ね、すごく綺麗なんですよ、このヒンジ。わかります？ここなのに、ここなのにこんなにキラキラしてるんですよ。ね、オーナーさんはたまに磨いてるんですか？多分磨かないと錆びちゃう。ね、そうですよね。どうしても動きが多い部分だから。ね、よく見せるために何でもやっぱメッキ化するとすごくよく見えるんで。そうですね、やっぱりキラキラしてるものがあるとね。こういうとこもね、うん、超一すごいですね、こういうとこもちゃんと大体みんなこう塗っちゃってるんですよね。ありとあらゆるメッキをありとかけて、あとね、そう、ここはね、実は私あの外側から動画を撮ったんですけど、ここにもね、エングル入ってるんですよ。あ、そうですね、入ってますね。そうなんです。あとワイパーも入ってますよね。ワイパーも、うん、知らなかったでしょ。知らなかったっすワイパーにも入ってるんですよ。だもうね、あの細かいとこまでやってるんですね。そう、すごいんですよ、ちゃんと手が込んでてね。だってほら、ドアのくるくるも綺麗なんですからね。ゴールドだったっすね、くるくる。違うんですよ、まあ、全然説明は足らないんですけどね、ざっとね、うん、本当に下回りね、そうですね、リフトで車上げて下回りも説明したいぐらい、下もね、そう、本当に説明していただきたいぐらい、めちゃくちゃピカピカのかっこいい感じなんでね、まあ、そこはちょっとあの私が買いつくばって撮った動画があるんでねその辺はちょっと見てもらえればなって思いますけど、流しておきます。そうですね、下回りもね、くるくるになってらっしゃいました。ピッカピカでございました。まだ綺麗です。まだショー出せます。そう、まだ、そう、オーナーさんだってしかも18年所有って言ってたんですよ。あ、だからね、ま、作り終えたのは、ね、何年前ぐらいなんですか？結構ね、いろいろあって、うん、時間かかっちゃったんでね。あ、そうなんだ。そうそう、車預かって、はい、途中で3定時の、あ、そっか、震災の時があったから、の工場がすごい半壊しちゃったんで、はいはいはい、移転しなきゃいけなくなった時にこの車が結構被害やっちゃって、車ったし、引っ越しかってなんかちょっと遅くなっちゃった、うん、ちょっとバタバタしちゃってね。そう、乗ってる半分ぐらいちょっと、うん、もしかしたら制作に時間かかっちゃったかなっていう、かかってるかもしれない、うん、いやでもね、まあ、それを乗り越えてのまあ一台ですからね、今後もね、まあ、オーナーさんちょっとね、今時期は寒いなとは言ってましたけど、うん、一通りもういっちゃった感があるのかなと、ね、そうですね、うん、まあでも、もう車一台全部がね、お気に入りってことですからね。まあ暖かくなったら、もう再度多分 ね、乗って出て行ってくれるんじゃないかなと思いますね。希望としてみれば、うん、実はアメリカに持ってって、はいはいはい、あっちのショーにね、ショーに出していただきたいと、オンラインで言おうかなと思って、うん、そうですね、なかなか実現できる。まあなかなかね、簡単なことじゃないですからね、うん、まあ、それがでもね、実現できたら、まあいろいろ雑誌に見てもらって、うん、こっち持ってこいよぐらい言ってもらってる、ね、そうですね、それがちょっと実現できる日が楽しみですけどね、うん、こんな感じでね、こちらのお車の紹介は終わりになります。ありがとうございました、代理人さん。代理人さんって、とりあえずね、お外の方に行きたいと思います。はい、ということで、車の紹介一通り終わりました。オーナーさんね、最後に背中だけで登場してくれてるからよろしくお願いします、ハスラーズということで、本日の愛車紹介はシボレー1963年インパラコンバーチブルでございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくねってことで、あ、スペースバイビー、最後にスペースバイビーって言うんですけど、スペースバイビー、もう一回ってことで、せーの、スペースバイビー。